えー、百田直樹さんのツイッター私もずっとあのフォローしているんですけれども、えーまあ、先日ですねもうツイッターで過激なことを言うのはやめるというようなことをあの書いてましたんでねちょっとこれは残念だなと思っていたんですねあの。百田直樹さんぐらいもズバッとはっきり言ってくれる人なかなかあのいませんので、まあ、のテレビの、ね、コメンテーターでもやっぱり通りっぺんのことも多いし 比較的ねあのそうした中で、まあ、武田恒康さんとかねあの弁護士の八代さんなんか結構ね傾聴に値する意見も多いわけなんですが百田直樹さんのあの迫力といったものはやっぱり聞いててもねあの見てても非常に興味を引かれると言いますかねやっぱりそれだけの説得力のあるものもありますし内容的にも本当に興味深いんですよね。 この百田直樹さんのツイートの中でですね、つい先日もまあ面白いのあったんですが、まあ、例えばね、ここにいろいろ、あの、これ拾ってきましたけども、えー、結構、まあ、百田直樹さんの、まあ、大予言とでもね <laughs> <laughs>、<laughs> いうような感じのこともありますね。まあ、例えば、ここに、あの、え、このまあ、虎ノ門ニュースでね、えー、韓国の GSM や破棄の可能性高いと。 まあ、予言してたんんですねこの百田さん、えー、でもう一つの予言として、まあ、北朝鮮の経済協力も今後実行していくだろうということを言っておりますね。で、まあ、最後の予言として、まあ、韓国はアメリカの制裁を受けて中国に助けを求め中国指導の下で北に飲み込まれるという予言も的中するだろうと、まあ、こういうことを言っております。 まあ実際、まあ、今のね韓国の現政権の目指しているところあの、まあ、これ石化統一、まあ、赤ですね赤、えー、この統一ということで、まあ、北朝鮮主導による統一を目指しているということで、まあ、現韓国の政権内というのはほとんどもうこれもうほとんどでかもう全部これ左派ですね、えー、左派の人でも埋められておりますし えー、中にはねこれ工作員もだいぶ混ざってるんじゃないかなと思うんですよね。あのまあ、これを撤去する期間がもう、えー、これ廃止されてしまいましたのでもう骨抜きなんですね、まあ、こういう事実がありますので、まあ、実際百田直樹さんがここに行った、まあ、中国酒造の下で、えー、北に飲み込まれるだろうと。 いいいいううううこの予言も的中すするるだろうというふうに書いているんですが実際あのこれね以前からかなりねあのまあ予言という点で言えばね随分、ま、と昔からあの韓国は北朝鮮主導によって統一されるというような、えー、まあ全くね今のような状況に生じる前ですよ、えー、まあ純粋に予言という観点からしているようなあの文献などもあったんですが、まあ、それはねあの根拠としては えー、ないわけですねあのいわゆる、まあ、ある人たちの一定の人たちによる予言と未来を見る力ということで、えー、なされたものなんですが、えー、私もこれ現在までの、ね、状況をいろいろ見ておりましてあの次第にこれがの現実に帯びてきたということで今後ね現政権は自分がこの政権の座を降りた時には、えー、自分の身にとんでもないことがこれも降りかかってきますのでこのままですとね したがってそうならないためにはもう死に物売るいでねまあ、今の反日政策も当然推し進めるでしょうし、えー、北との言うは、えー、こういった方向にもどんどん進んでいくであろうと思いますもうこうした危惧を抱くやはり韓国の人も多いわけなんですねあの韓国がねあの、えー、日本ではねかなりあの左派系のねああいうまあ、反日の デモであるとかね、そういったことが大きく報道されますが、まあ、実際にはね、ウファ気によるデモも頻繁にあるわけですね、先日もっていうか、今は現在もですね、えー、まあ彼の恩人の退陣を求めるデモ、えー、これも数万人規模でも起きておりますし、まあ、実際にはの政権を支持するよりも政権を否定するというがあが、あのデータとしては多いと。 いうことをね、あの元韓国の、まあ、情報担当者だった方も言ってみるんですね、まあ、先日もお伝えさせていただいたように、その人によれば、あの今のねえ、支持基盤っていうものはも50%ぐらいと言われてますけども、まあそ、これは情報操作されておって、実際にはもう35%ぐらいだと。 いうことを言われておりますので今のそういった意味からは大変ね現政権は厳しい状況の中にあるわけですね。それでですねあの先日あの韓国へ旅行に行ったの日本人の女性がねあのナンパしてきた韓国人を無視していたところ罵声を浴びせてきて、まあ、暴行を受けたという衝撃的な映像も出ておりましたが、まあ、この人の日本でもね 日本にいるときにもあの在日韓国人に、えー、ナンパされてそれを無視していたらやっぱり暴行を受けているということはの告白しております。韓国人というのは非常に、ね、これ女性に対してもしつこく執念深いということで日本であればこれストーカーまがいのケースというのは結構たくさんあるんですよ。あのー、日本人は比較的あっさり、ね、引いてしまいますけれども そうじゃなくてもうぐん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 来ると断られようがどうしようがこういうケースが非常に多いということはあの言っております。うん、まあそこでこの件に関してねあのまあここにありますけどまあ百田直樹さんと、えー、まあかなり過激なこと言ってますけどねこれ三浦瑠璃さんですね、えー、この方もよくテレビでコメンテーターとして出てますね。 なかなかの鋭い指摘でものをあの、ね、言っている方なんですが韓国というのはもうこれ受儒教社会なんですね。で日本もね儒教社会だなんていう人いますけどこれはもう全然違うわけですね。儒教一時入ってきましたよ日本にも。しかしこの儒教師は日本人を受け入れてないんですね。ほとんどこれも入ってません。ああのののやっぱり日本人のね精神的な支柱根底にあるのは あのまあ、意識せずともやはりあの日本これの神道の教えが大きいんですねでこの神道とこの自教はもう全く相入れませんので韓国はこれ明らかにこの自教社会ですね中国も同じです、まあ、この教えの中でねこの教え自体がどうのこうのということじゃないんですがこれから派生して生み出されくる必要については女性蔑視というものがこれあるわけなんですね 女性別視もう女性男性のあの遥か下に置くという基本的な考え方っていうのは韓国人っていうのは非常に根強いんですね、えー。これはあの日本に帰化されたね韓国人のあの前川さんも、えー、そういうようなことを言っております。もうそしてまあ言いいよって断られてもねあのいや自分に逆にもっと言いよってほしいからあえて断っているなと。 いいう,うに考えるらしいんですねちょっとあの日本人はじめ他の国の人ではちょっと理解し難いこのものの見方なんですがこういう考え方が根底にあってもうしつこくもう執念深く迫ってくると。で、まあ、ストーカーギリギリのところ、まあ、ギリギリというかね訴えるよこなストーカー扱いされるそういうケースっていうのはかなり多いようですね。 で今回、そういったところから、まあ、韓国でもねこんなあの、まあ、悲劇が起きたわけなんですがあの、ね、韓国人全体がこういうことではないにせよですねこれだけはもう誤解は、ね、ないようにあの言っておきたいと思うんですがあの、えー、これをね攻め今回のこの日本人女性が暴行を受けた件についても、えー、これは良しとしないという声がかなりあふれております韓国内でですね。 この百田直樹さんのこれ見ますとこれ書いてありますけどねまああのああなるほどなという感じでねあのまあ、ふと納得してしまう人も多いかもしれませんけどもあのねこの件について私もちょっとこれ以上深くはねちょっと言わないようにいたします。 で今回百田さんがこうした形でねいくつかの将来的な韓国についてあの話ねツイートをされてるわけなんですが、えー、かなりこういったことがもう現実を実を帯びてきたという形なんですね、えー、今回あの以上になります皆さんはどのように思われますかご視聴ありがとうございましたまたお会いしましょうチャンネル登録し